ウィスコンさんです。今回ですね、今日の18時、まあ6時ですね、6時にブロスターパスの新シーズンが来るということで、まあいつも通り今回のブロスターパスは買うべきかどうかということで、今回サイバーブロスターということで、まあ結構ねサイバーチックなってて、どちらかって言ったら男向きなんですよね。理系の男向き。まあ多分女の人はね、もう多分全員猫ビームのってやつになってると思うんですけど、まあちょっとね理系チック で今回もね、ブロスターパス、ブロスターパスプラス両方コインとかパワーポイントとかクレジット、ジュエルチップ、エメラルド、これ全部ね今までと同じ報酬なんですよね結局。まあとりあえずあのキャラクター全部強化でききれてない人、普通にコイン買いたいな、パワーポイント買おうかなって迷ってる人は絶対ブロスターパス買った方がいいんですけど、まあそれ以外にもう強化したいキャラいませんと、まあ、いないし、もうほとんど乾燥してるから、まあ、別に買わなくてもいいけど、まあ、スキン次第、ピンズセット次第では買おうかなって迷ってる人はもうめちゃめちゃこの動画参考になると思うんですけど、まあ、一旦ね、まあ、重要なのが今回のスキンと、まあ、ピンズとかなんですけど、まあ、ブロスターパスでゲットしたキャラクターは1年後に限定が解除されるってことなので、まあ、1年間は確かゲットできないって感じになってるんで、まあ、それをちょっとね参考にしてこの動画見ていただけたらいいなと思うんですけど、まあ、こんな感じですね報酬。まあ、まずピンズ受け取っていきましょうこんな感じの、まあ、ちょっとね、何このバグ感バグ感というか暗殺者チックなってて、まあ、結構俺は好きなんですけど、この何このモヤモヤとか、このハートとか、なんかいろいろ汗マークとかあるじゃないですか、それがなんかね全部バグってて、なんかちょっとエラーチックで、もう俺めちゃめちゃ好きなんですよね。ちょこの中身誰これ誰か分かんないですけど、まあ結構ねピンズ自体は可愛いですね。可愛いし、まあまあ悪くはないんじゃないかなと。で、このパス1234、もうこんなんさ、この女の人がさ、え、パス1234欲しいとはならんでしょ、あんまり。やから、まあ人によると思うけど、まあ、あんまりならないと思うんで、まあ、どちらかっつったら男の人人気。で、この汗とかもなんか110010みたいになってて、結構ね、ほんとなんか今までにない感じの新しいピンズとかなってて、まあ面白い、面白くはある確実に。このハートとかもさ、何かわかんねえもん。これどうなってんの？二進数でなんかあるのかな、いろいろちゃんと分析したらいろんな裏情報みたいなのがあったりするのか、まあちょっとわかんないですけど。でプレイヤーアイコンはグッドマーク、これちょっといいっすねグッドマークいいな。で今回のブロスタパススキンはこんな感じになってますと、だちょっとワイルドワイルドチックなキャラクターになってますと。え、何これ、あ、そういうのもあるんだ。結構ブロスターなんか初心者にも気を使うようになってんだ。で、ブロスターパスプラス限定のキャッチフレーズ、電脳戦士。電脳戦士ね。まあまあ、ちょっと、まあ、一旦スキン見ていきますか。さあ、これですね。新しいブロスターパスのスキン。目からビーム出てんじゃん。ちょ、進化したな、ブロックも。まあ、ちょっと髪の毛とかさ、まん、なんかめちゃめちゃワイルドよ、お前。男気出すぎてね。って感じになってるんですけど、まあ、結局エフェクトなんですよね。で、このエフェクトね、どうやら俺は大好き。俺はかなり好きなんですけど、こちらですね、まあ、ちょっとシンプルかつ、まあ、なんかキューブなんていうの、このロボチックロボチックな感じになってて、でウルトとかもね、まあなんか派手、結構派手になってますね。なんか普通についでにさ、なんか毒ダメージとか追加しろよスキンでまあそんなあったらちょっともうブロスターじゃなくなっちゃうんですけど、まあこんな感じですね。でまあもちろんね、ハイパーチャージとかは、まあ、いつも通りスキンは関係ないんで、まあこれですね、固定でこれってなってるんですけど、でこれね、ちょっと悩ましいところがありまして、まずねブロックのスキン、そもそもいっぱいありすぎるんですよね。なんかあの自分が気に入ってるスキン基本ずっと使うじゃないですか。なんで、まあ、今回のゴジライベントでこのスーパー戦士ブロックレッド、まあ、ブルーとかイエローとかいろいろあるんですけど、まあ、これもね俺は結構気に入ってるんで、気に入ってるスキンがあったら、まあ、わざわざ買わなくてもいいかなって考える人もいると思うし、まあ、ゼウスブロックとかもクソかっこいいじゃないですかいやマジでな、このロケットブラウンもいいんで、あのそもそも俺ブロック欲しいスキンないですと、いやもう今使ってんのが一番好きなんでって方は、まあハッカーブロックいらないと思うんですけど、まあ一旦ちょっとね俺のおすすめ、このスーパー戦士レッド、まあ、これもちょっと見てもらいましょう。まあ、これを今回のイベントでゲットできるだろうから、ブロスパス買わないでおこうって人もいると思うんで、まあこの通常攻撃のエフェクト可愛いし、なんかねいっぱい出てきてくれんすよね。一人で戦うよりみんなで戦った方が強い。まあ、こんな感じで、このゴジラのスキンはまあ可愛いメインで、でブロスターパスのスキンはクール、かっこいい感じになってますと。でちょっと最近このスキンで編み出した技がありまして、こう
通常攻撃打ってからウルト打つと、いい感じに5人揃う。クソ豆知識。ということで、まあ、結局このじゃあスーパー戦士をゲットしたら欲しくないけど、ゲットできなかったらブロスターパスのこのスキン欲しいなって方は、まあ、別にね今すぐブロスターパス買わなくてもよくて、あのクエストとかもねなんか蓄積されて、でブロスターパス買ったらそのクエストがクリアってなったりするんで、なんかね今すぐ買うメリットあんまないんで、結構悩んでもいいんじゃないかなと。で、あの結局結論出せと、ガンお前結局買った方がいい、買わなかった方がいいって言われると、まあブロックにお気に入りのスキンがなかったら、で今回のスキンが一番かっこいいなと思う人は買ってもいいと思うんですけど、まあ、なんかめちゃめちゃ重要ってわけではないですね。なんでまあ五分五分ぐらいですね。あの前回のフェンリルバズは、まあ、確実に買った方が良かったんですよ。まあ、まず他にスキンなかった、バズにスキンがなかったのと、まあ、普通にかっこよかったっていうのもあって、まあ、買って良かったんですけど、まあ、今回はねブロックなんで、まあ、ちょっとありすぎるスキンが、まあなんで、まあ、一旦普通に試合行って、まあ俺が買うかどうかで言うと、前のねフェンリルバズ俺買い忘れた。俺買ってないよな。だから1年間ゲットできねえ。完全にやらかしてますね。最近さ俺ちょっとマジスキン揃えようと思って、なんかお気に入りのスキンランキングとかも作ってるんで、あのそういうの作るためにブロスターパスちゃんと買おうと思ったら買い忘れた。俺持ってねえだから。みたいな感じで、なんか今更ながら後悔することもあるんで、まあちょっとでも欲しいなと思ったら買ったらいいんじゃないかな。俺的にはそう思いますね。まあ今回のやつ五分五分ぐらいなんで、でフェンリルバズはまあ確実に買った方が良かったでしょう。でキット3シーズンぐらい前のスキンはマジでいらなかったよ。ほんと何も変わんなかったよね。エフェクトが何もなくて、まあそういうのじゃないんで全然ありなんじゃないかなと思ってます、今回は。ということで買います、俺は。絶対買います。まあブロックね結構好きなんで、そもそも、はいはい。まあいやでもリケチックなんよな、どうしても拭えないこのリケチックさ。つかなんかボット強くなってる最近、なんかねたまにお前人間超えてるぞっていうところあるんですよね。なんか弾の攻撃速度が速すぎるマジで。いや中国版ブロスとかでさ、ガジェットとか死んだ時のエフェクトとかいろいろ追加されてんのに、なんかねこっちの日本版っていうか、まあ世界版ブロスではそういうのないんで、そういうの欲しいな、そろそろ。ちょっとね中国が羨ましくなってきて、俺のイン率が露骨に中国版ブロスの方が長い。俺中国版ブロスの方がやってんだ実は。これどうかと思うけどな。俺ゴジライベントとかもさ、あの日本版全部課金してさ全部持ってるからあれなんですけど、中国版ボロスはまだ課金できないからさ。めちゃめちゃ頑張ってんのよな。ちょっと俺は中国人になる。はい、ということで、まあ今回のサイバーシーズンで、ね、あのクソかっこいいチャーリーのスキンが出たり、まああのクソかっこいいファングのスキンが出たりするんで、まあ皆さんもねこうご期待ということで、今回ご視聴ありがとうございました。